それでは両チームのスターティングメンバーを紹介しておきましょう。まずは FC 岐阜、今日は 3-1-4-2 を予想します。ゴールキーパーは桐畑、3バックシステム、右に藤谷、左に内田、真ん中に甲斐健太郎、キャプテンです。アンカーに本田がいて、中盤が4人、右に船津、左に橋本、トップ下に中島と吉浜が今日はスタメンです。2トップ川西、そして村田、ベンチの中には柏木陽介が入っていますし、そしてベレンが今日は初めてサブでベンチに入っています。では一方のロアッソ熊本のスターティングメンバーです。ロアッソ熊本も今日は 3-1-4-2 を予想します。ゴールキーパーは佐藤優也、そして3バック、右に黒木、左に今日は J 初スタメンデビューということになります東野幸太郎を監督使ってきました。真ん中に姿、アンカーに川原、中盤は右に上村、2ゴール、岩下も2ゴール、トップ下に東出と杉山と、頭のトップは北村と浅川という2トップです。前線へ、夏から壁パス、ワンバッチ、本田を経て前線、そして川西、中島が左へ、さあここで中央に選手が待っている、どうだ、合わせられるか、シュートにはいけない、キーパーがスライディング、足で、そして遠目から打っていきます。橋本が中にクロスを入れて、こういったボールをどうキープするのか、これをカットした、東でエリア内に入る、かわす、左足シュート、右、東でのシュートは右、ドリブルで持ち上がって切れ込んで、さらにかわして左足狙っていきましたが、ゴール前浮いたボール、弾む、打てません。まだロワッソ、岩下を外れて東で左足シュートは正面、キーパー抑えた、切り旗一つかわして積極的に打っていきました。桐畑、ボールが揺れて、ヘディングクリア、まだ FC ビッグボール、パスをつなぐ、落として中に入れて、浮かせてシュート、サイドネット、飛び込んでいきましたが橋本渡る、中島がいいボールを前線に、キーパーの前に落ちてダイレクト、清水、東、そして東京農業大学、富士通、さあここは抜け出た、川西、かわせるか、かわして右足シュートは、ロアッソ熊本の選手には跳ね返されました。ピッチの中に入ります、吉浜に代えて柏木、村田に代えてレレウ、村田に代えてレレウ、吉浜に代えて柏木登場、ホーム初お目見え、後ろからオーバーラップをしていく、橋本シュートを打つ、キーパー正面、ボールを置いて、さあこのセットプレー、杉山が打っていく、外から回り込んで、もう一度今のフリーキック、杉山が蹴ってキーパーが弾く、弾いたところを詰めていって、もう一度桐畑が弾く、浅川が詰めて4ゴール目ということになります。キーパーが弾く、浅川が詰めて、これはインです。さあ刻々と残り時間が少なくなってくる、ライン沿い、まだ FC ギクボール、相原翔平が入れる、さあここで柏木、柏木足がかかる、
ホイッスルは、ホイッスルはない。柏木がエリア内で倒されましたが、ホイッスルはありません。もう一度長いボールを前線へ、体を張って服部公平、バックパス正面だが川西いけない。まだチャンス、中にボールを浮かしてキーパーパンチング。さあルーズボールのところ、シュートだ。右、レレールのシュートだ。右、その前にフラッグが上がっています。蹴るのは相原、左足。さあ巻いてくるこのコーナーキック、ワンバウンドスルーして中に入れて、シュートは打てない。試合終了。ロアッソ熊本、2試合ぶりの勝利。 FC 岐阜は連敗となってしまいました。ロアッソ熊本はこれで3勝目をマーク。